はい、お疲れです。スターダムの名古屋大会の感想っすね。パート2喋っていきます。これ今喋ってんのが日付変わって朝方の、8時頃に喋ってるんですけど、現在も、絶賛運転中でございます。はい。関東から青森県に向かって今、ちょうど仙台と盛岡の間ぐらい今走ってます。はい。っていう近況報告なんですけども、はい。セミメインは感想喋ったんで、それより下喋っていきます。白いベルト戦、テクラ対ナツポイ、はい、この試合の感想はセコンドクラックコナーズ来なかったねっていう。はい。まあクラックコナーズスケジュール入ってたんでね、新日本のもうシリーズ参戦しちゃうんで、まあ来ないこと分かってたんですけども、なんかもしかしたらワンチャン隠し玉なんかねえかなとかって、ちょっと過度な期待したんですけども、まあ、セコンド乱入的なその大きいサプライズはなかったですかね。まあ、純粋な、まあ、テクラと夏っぽいの、まあ、試合っていう感じですかね。あ、途中、渡辺桃が、なんか勧誘っぽいことしてたと思うんですけども、まあまあ、それは別にまあ、許容範囲ぐらいで、はい。まあ、っていう風な感じですかね。で、この試合の感想は、まず、夏っぽいの、フィニッシャー、ナツポイが新フィニッシャーを今日持ってきたんですけども、あれね、難易度高そうだなーみたいな、そんな感じするんですよね。うまくいく時もあれば、ちょっと失敗しちゃう時もあるような、その的中率があまり高くないような、まあ、そんな技なんだよなーみたいな印象っすかね。はい。僕、ナツポイの最上級フィニッシュって、クロスアームジャーマンの印象だったんですよね。でも、確かクロスアームジャーマンって、ナツポイが首負傷してから、確かそっから使わなくなった気がするんですよね。まあ、使わなくなったっていうか、まあ、あえて使わないようにしてるんだと思うんですよね。その首の負担とかも考えて。だからそれ以降からナツポイのフィニッシャーって、これが究極のフィニッシャーだっていうのがなかなかイメージができなかったんですよね。うん、だから今回、まあ、ナツポイの一番のこう最上級フィニッシュに当たる技を、まあ、披露してきたんだと思うんですけども、あれ難しそうだなっていうね。うん、なんかそんな感じなんで、なんかナツポイって今このフィニッシャーこういろいろ模索してるのかなみたいな、うん、そんな印象は受けますかね。はい。まあ、っていう風なところですかね。はい。で、あとテクラに関しては、まあ、ようやくテクラが開花したっていうかね、うん、まあ、ようやくっていうか、まあ、ロッシー小川が抜けて、で新体制になってからテクラにちゃんとスポットが当たるようになって、今テクラの魅力が存分に発揮されるようになったっていう、はい。今そういう感じなんで、とりあえずテクラはマリーゴールド行かなくてスターダムに残ってよかったな。うん、もうこれ一択っていう感じですかね。はい。僕テクラって絶対ジュリアと一緒にマリーゴールドに移動するだろうと思ってたんですけど、まあところがどっこい、まさかの、スターダム残留っていうところでね。はい。まあでも結果的にテクラってスターダム残留して本当に良かったよってね。うん、あのままマリーゴールド行ってたら絶対マイラグレースとかみたいなジョバーで終わってた可能性があるんで、いやもったいないよ。テクラはやっぱりスターダムに残って正解だなっていう、うん、っていうか見方を変えるとロッシー小川に過小評価されすぎた、まあ、被害者のうちの一人みたいなね、うん、まあそういう感じですかね。はい。っていうのが、白いベルト戦の感想でした。はい、以上です。あ、で、すいません。ちょっと一個言い忘れたんですけど、僕、このテクラ対ナツポイの、ま、試合後に、ワンチャン、真田太一、来るかなって、ちょっと期待してたんですよ。ほんのワンチャンですけどね。実は、真田と太一って、今、新日本のシリーズ、試合ないんすよ。まあ、言ってしまうと、まあ、暇っちゃ暇な、時期なんで、これワンチャン来てもおかしくないかな、みたいな。ね、ポイちゃんの助っ人で来たぜ、みたいな。なんかそういうストーリー作れるには、まあ、いいタイミングだな、みたいに思ったんで、ワンチャン期待したんですけども、まあ結局それなかったっていうね。はい。っていうのが、
ちょっと今回の、名古屋大会の、ちょっと残念だったポイントっていうとこですかね。まあ残念っていうか、まあ僕がちょっと過度な期待をしすぎたっていう、まあ、あれなんで、別に誰が悪いというかそういうわけじゃないですけども。はい。まあ、っていう風な感じですね。はい。あ、で、この、ちなみにこの、真田待望論説、真田この救世主説って、まあ僕、ここ最近連チャンで出してきたんですけど、まあもしかしたら、お前、もうこれいい加減にしろよと。もう真田待望論説とか、お前勝手に一人でやったろよとか、もう飽きたよとかって、もし思ってる人いるかもしれないですけども、ちょっとまあこれしょうがないっすよね。もう真田をフォーカスする話題って、もう新日本一本だけじゃ、ちょっと追いつかないっていうか、正直、もう団体の垣根を越えて、新日本以外の団体にも、どんどん進行して、この、もう真田の話題、真田の存在っていうものをフォーカスしないと、もうぶっちゃけ追いつかないんですよね。ただでさえ、普段ノーコメントで、何の発信もない真田ですよ。俺がフォーカスしないで、誰が話題作んのっていう。はい。もうそんな感じなんで、この真田救世主説っていうのも、これがアンバサダーとしての仕事の一環なんで、ちょっとその辺は許容していただければなっていうふうには思いますね。はい。なんでこれからも変わらず、この女子プロ団体スターダムでも、もう好きあらば真田のごとく、まあ、ここぞというタイミングがあったら、どんどん真田出していきますんで、はい。その辺をご理解いただければなというふうに思います。はい。以上です。はい。で、次が、この白いベルト戦の前に配られてた、フォーウェイタックバトルでしたっけか。これは飛ばしてましたね。はい。飛ばして早送りしてたんで、試合は見てないっす。すいません。はい。で、これの前が、葉月対スターライトキッド。はい。今大会で、かなり注目度の高かった試合のうちの1個っていう風な感じですね。てか、今大会注目の試合が結構多かったんで、全体的な大会の満足度結構高いですよね。あれこれ、愛知県体育館みたいな。あれこれ両国じゃねえみたいな。なんか名古屋を見終わった後の満足度じゃないっていうかね。僕はもう名古屋の満足度って、新日本の満足度が、基準値になってるんで、新日本の名古屋って、基本もうクソカードが鉄板っていうね。うん。なんでね、僕は今回の名古屋大会、名古屋とは思えないような満足度だったっていうね。うん。まあそんな感じなんですけども、はい。はい。ちょっと話戻しますけども、で、スターライトキッド対葉月ですね。で、この試合の感想は、負けたけども、逆に葉月の格が上がった感があるっていう、そんな感じですかね。僕、これって普通に葉月が、キッドから、完全に、まあ、ピンフォール、もしくはギブアップで、完全に負けると思ってたんですよね。で、葉月が完全に負けて、バックステージで、悔しい。絶対あいつにまたリベンジしてやる。でも、次タックリーグが始まるから、タックリーグでコグマと頑張りますっていう。まあ、そんな感じだと思ったんですよね。でも、結果は、葉月がスターライトキッドのマスクを剥がして、葉月のヒールっぷりが存分に発揮されて、で、負けたけども、最後、モモラッチェっていう、まあ、言ってしまうと、まあ、ほぼクイックに近い感じなんで、負けたけども、格が落ちてないっていう。うん。で、さらに、このマスク剥ぎとか、今までなかなか見れなかった、このヒールハズキが見れたんで、でも結果的にハズキって格が上がったなっていう、そんな感じですよね。で、今回、この完全決着で終わんなかったんで、これで次もまたスターライトキッド対ハズキの、このパート2見たいな、みたいな。うん、そういう感じなんで、もう今回の結果ってね、完璧だったんじゃないのかなっていう感じですね。これがもし仮にメインイベントとかだったら、ちょっと消化不良感あるんですけども、やっぱり真ん中ぐらいの試合で持ってきたんで、だから結末も、to be continue でね、次に繋げられるような終わり方にできたんで、うん、結果的にこの試合って良かったなっていう感じですかね。はい。で、この試合は、一応キッドが勝ったんで、キッドは、まあ次の白いベルトの挑戦者の列に並ぶことができるっていうね。うん、まあ、葉月と、まあ、キッド、お互いにとっての、まあ、メリットがあった試合っていう、まあ、一石二鳥かのごとくのような試合みたいなね。
うん、結果的にそんな感じでしたね。はい。まあ、そんなところっすね。あ、で、これちょっともう一個余談挟むんですけど、今回、キットが、まあ、マスク剥がされて、まあ、完璧に顔が見えたわけじゃないですけども、まあ、完璧に今回マスク剥ぎ取られたわけなんですよね。で、でも、僕、スターライトキットが、このマスク剥がされても、あまり感情移入しないんすよね。あー、へー、みたいな。そんな感じにしか思わなくなってきてるっていうところなんですよ。これ何かっていうと、キッちゃんって、普段インスタとかツイッターとかいろんなところで、マスク脱いでる時の写真、普通にアップしてるじゃないですか。まあ一応、顔に、なんか、スタンプ入れたりとかして、まあ隠れるようにはなってるんですけども、目元とか全然出してるし、まあ言ってしまうと、キッちゃんって、普段から、自分からマスク脱いだ時の写真上げてるから、まあ、試合でマスク剥がされても、ああ、まあいつものことだよね、ぐらいにしか思わなくなっちゃってるっていう、そんな感じなんですよね。はい。まあ、っていう風な観点から、僕はキットがマスク剥がされても、まあ、通常運転だよね、ぐらいにしか、まあ、思わなくなってきてしまっているっていうね。はい。ちょっとそういうめんどくさい感想もちょっと一個付け加えておきます。はい、以上です。はい、というわけで、残りの試合、グレートオーカン登場とかで、まあ、なんかその辺もいろいろ含めて、残りの部分またもう一本、後であげます。はい。はい。というわけで、またあげたらよろしくお願いします。はい。では、一旦失礼します。See you next time.